今月のキラリ四日市人は四日市工業高等学校建築研究部の皆さんです。建築研究部は建築家の生徒が所属する部活動で、木工班と製図班に分かれます。まあ、各大学であったり協会であったりの製図コンクールに挑戦しながら製図のスキルを高めていく、そういったことをしています。今年度は各種のコンクールへ部員9人が応募しました。その作品がこちら。どれもアイデアにあふれ夢のある建築設計ですね。そしてなんと作品の全てが入賞するという快挙を成し遂げたんです。私の地域に駅塾っていう古い町並みがあるんですけど、職人さんたちとその町並みを結ぶみんなの技術を見せれるような道具館っていうのを作ったら、関塾も発展して豊かになるし。その作品はこちら。見事秋田県立大学主催競技で1位を受賞しました。努力してきたことがなんか報われたというか、すごく嬉しかったので、来年も頑張りたいなってそういう気持ちになりました。日本建築協会主催競技で1位を受賞した作品です。これを提案したのは林さんです。目に障害を持っている人っていうのは本を読むことができないので図書館に行かないんですよ。なので図書館で借りた本を音に変えてもらったり、障害者の方がホストになって手話や点字で教えてもらったり、図書館に気軽に足を運んでもらえるというような施設を作りました。父の夢であるパン屋さんを作ってあげるっていうことが今の私の夢。四日市工業高等学校建築研究部、皆さんの今後が楽しみです。